有明新報は福岡県大牟田市にある有明新報社が発行する地域新聞である。1967年10月創刊前身は大牟田日日新聞と三池日報で2社が合併して有明新報社が誕生した。発行部数は1万3000部である。福岡県大牟田市、宮橋高田町及び熊本県荒尾市、南関町。 長瀬町をエリアとする大牟田本社と福岡県柳川市、大川市、宮山市瀬高町及び山川町をエリアとする柳川総局とがある。かつてはそれぞれのエリアで大牟田版、柳川版として販売されていたが、2014年7月4日より統合された。当初は日刊4ページだけ。1978年から段階を追ってページを拡大し、 1981年から連日6ページ。1983年には毎週1回8ページ立てに拡大。1988年からオフセット印刷を取り入れて毎日12ページの紙面になった。週1回日曜日が休館日で大手新聞の新聞休館日の見合わせる形をとっている。以前は月曜日が休館日であった。紙面は白黒であるが、 正月版では赤色を用いて、日の丸が印刷されている。大牟田市立図書館で閲覧できるほか、昭和60年代より、国会図書館にも送付されている。また、2000年に公式ウェブサイトが設置され、記事の一部はサイトで閲覧することができる。最終面に、NHK 総合、NHKE テレ、RKB 毎日、TNC 西日本、 KBC 九州朝日、FBS 福岡、TV 九九州の7局、中ほどに RKK 熊本、KKT 熊本県民、COP、熊本朝日、特テレビ熊本の番組欄を掲載。以前は STS 佐賀テレビの番組表も掲載されていた。2004年11月より2ヶ月ごとに有明信奉社によって発行されているフリーペーパー。 地元の店舗の情報が掲載されており、グルメ情報は季節ごとに特集を組むなどしている。掲載店で使えるクーポンもある。有明新報及び有明新報エリアの西日本新聞への折り込み、地元商店や掲載店舗で配布されており、毎号7万部が発行されている。有明ニュース内過去の記事2014年7月。ありがとうございます。